日本を強く、現場に誇りを、日野隊長こと参議院議員の佐藤正久です。ふざけるな韓国、韓国の無双に付き合ってる暇はないし、日本の尊厳上付き合ってはいけない。何かというと、例の元徴用工に関する問題。韓国政府は日本政府の態度が固いために、不当な裁判によって被告企業された日本企業から謝罪とか賠償を取るというのを諦め、第三者弁済という方向で調整を始めている。これはいい。ところが、その代わりに日本政府の叱るべき人が過去の謝罪談話、お詫びと謝罪っていうものを読み上げてほしいというようなとんでもないことを言ってる。こんなセンスがない、みっともないことは絶対やってはいけないし、私は大反対します。皆さん想像もしてください。過去の総理談話を継承してるかって聞かれたら、継承してる、岸田政権も言うでしょう。だからってその中身を読み上げる。仮に岸田総理がお詫びと謝罪というものを、過去の談話を読み上げれば、それが聞い取られて、韓国国内では岸田総理謝罪といったテロップや、あるいは号外が出るのは火を見るより明らかです。さらに今回、日本政府は韓国政府と輸出管理、ホワイト国へ韓国を戻すという協議が行われ、そういうインチキな記事が出ました。これありえません。これは従来日本政府が繰り返し言ってるように、元徴用工の問題と輸出管理の問題は別問題。まずは元徴用工に関する日本が受け入れ可能な解決案を韓国側が示し、そして輸出管理の問題について韓国が WTO に提訴しているという部分を取り下げなければ、日本と韓国の間の輸出管理の協議は始まりません。これは別問題だし、まずは韓国側が解決案を示し、 WTO への提訴、これを取り下げるということがなければ前には全然動かない。しっかりこの問題も分けて整理をして国民に説明してまいります。日本の尊厳守り、当たり前です。